はいこんにちは大竹誠です今日は10月20日水曜日今日のパートナーはおきげんようダンです はい、私の横にはこんにちは文化放送アナウンサー砂山啓太郎です。そして水曜日は今朝富士山の上真っ白だったよ。本当そこです。あ本当？私の部屋から本当小指の爪ぐらいの富士山が見えるんですけど、数日前までは意外にまだ黒かったんですよ。その全然雪が積もってなくて、今朝見たらあの U ハイムのあれなんていうたっけフランクフルタークランツっていう うん、真っ白いケーキなんですけど、うん、そのぐらいちょっと厚みのあるバタークリームの感じぐらい真っ白。誰か手を振ってました？え？そこまでは見えねえ。誰か手振ってました？ないあなんか四人ぐらいスキーが入った。<laughs> 見えた四人ぐらい。プロだよ今登ってたらすごい人だよ、えーえー。ロバとかそういうの見えなかった？え？ロバとか。 ああうまかな。だとしたら私の視力7.8、うん、ぐらい,いですか。すごいな。マ、ね <laughs> まあ、サイ族ですね。そう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 。俺もね昨日からねこう急に寒くなったじゃない。はい、うん。急に、まあね。寒さを味わおうと思ってね。はい、まあ昨日も車から出てこの寒さをね。 ちょっと感じてみようかななんて外出て、はい、まあ、昨日も気持ちよかったんで、はい、今日もあ車の外出てね、うん、まあちょっとだけ寒さを感じようかなと。昨日より今日すごい寒くて今日すごい寒い、うん で老人だからあっという間に匂いがやだ冷えちゃったんだあっという間に匂いが来てこんなことはしていられないと思ってものの三十秒もいないうちにまた車に戻りましたけどね急げ急げその匂いはどこにどうしたんですかいや曲までかました車の中でじゃないですね当たり前だそういう時やっぱ下半身は丸出しなんですか出してねえよ冷えやすいよね出す意味がよくわからない上はビシッと下は丸出しあー それはもう昨日走ってたマラソン走ってたおじさんがもう T シャツがでかけてね、うん、フルチに見えたっていう話は昨日下の。あ、うん、怖い。<laughs> それはどうでもいいんだ。だったかもよ。そうブランブラン。ね。ブランブランってパンダみたいでな、ね。<laughs> いるかなブランブランって歴代にいるから。ブランブランにする。ブランブランかね。ブランブランとブランブラン <laughs> どっち。 この番組ではワクワクとチンチンにしようって話があったんでね。なんかねそういうな。いいですね。でもチンチンだったら中国語的にありそうじゃないですか。なんかチンチンっていい意味ですからね。そうだね。チンはそうだよね。あなの。あなた様みたいな。あとイタリア語かスペイン語で乾杯なんですよ。 あ、チンチンね。あいうのね、あ、本当ね、言葉重ねると楽しいんだよね。はい、ワクワクします。ね、ワクワク。だからやっぱワクワクチンチン、ワクワクチンチン。日本語で聞くとちょっとね、プランプランとプランプラン。が可愛いけどね、一番ね。はいはい。今週はね、みんなあちこち行っていろんなことがあって。あれだよね、ケイタロくんは確か松坂。 ばん、<番>松坂ばん、ね、はい、プ、ね、ロ野球に入った一年目と二年目はもう番記者として、もうほぼ毎日。もう。帯同ですよ。チェックチェックの。毎日でしょ同じ新幹線に乗って移動し、同じ飛行機に乗って移動し。で、うん、寮とかも行ったんだよね。寮の、休みの日はの寮の前で待つっていう。もうん、<laughs> ほぼ松坂ですね。松坂ではないですよね。<laughs> 当時ある、うん、砂山大輔っていう名前だったらしい砂山大輔だったんです <laughs> 無理やり改名させて、ね、名前もてるというね砂大<台>、はい、じゃあ<台>こう慶太郎君は昨日の松坂の最後のフォアボールまでは<ー>もうちょっと万感の思いがあったんじゃないの、はい、そうですね、うん それと、バシッとね、指のかかりをね、しましたね。そうですか。番組終わってますぐ、あの特急電車も使ったりして。まあ、三十分、試合開始の三十分前ぐらいに球場に、着い、て。行ったんだ。はい。ああ。見てたんだ。あれを、うるっとした。あの、甲子園で。確か。 ノーヒットノーランを決勝で夏の甲子園。夏の甲子園ので、ノーヒットノーラン。うん、何者入りでプロに入ってきて。怪物ですよ。ね、怪物っていうあだ名がついて。てね、まあ。数々の。ね。いろんな。思いね。ね。あの、ファンの間に残して。うん、レッドソックスにも行ったんだよね。レッドソックスに行っ、ね。 た年に十五勝ぐらいですね。上げたじゃん。はい。ね、確か十五勝だった。怪我をしてしまって、はい。その後ね、ねえ、いきなりワールドシリーズ制覇するんですよね。そっか。そうだ。昨日なんか番組のなんか斉藤さんが斉藤和美さんだっけ？はい。がなんか実況してたもうはい。あの自分の番組を飛び出して。 メットライフドーム球場の方からも最初からスタンバイしててそちらから番組をやるっていうスタイルで,で今あのちょっとコロナの関係でプレーボールの時間が早まってて今5時45分試合開始なんですよねで番組が5時45分までなんでまあもうちょっと延長してじゃあその松坂投手が投げてるところをお伝えするまで先取りを昨日は続けましょうなていうスタイルちょっとな感じだったねはいまあでもちょっと ワンストライクツーボールになった時はあれだよね。あ、和泉さんの声もちょっと怪しかったね。ね。まあ泣かないように喋ってたと思いますけどね。みんな自信っていうかうるっとね。そうで和泉さんちょっと泣くのが早すぎるんで。通常で大球投げました。いやまだ一球だから。まだ一球だから。もうちょっともうちょっとっていう。いやいやでも一球でもね。最初のあのね怪物が投げた直球が キロ、はいね、あのものすごい剛速球を投げてた,げてた、ね、デビュー戦は155キロでしたもんね、はい。それがストレートだよストレートが118キロ、うん、高めに浮いて、うん、いやいやいやもう118キロって表示を見た時ほんちょっとびっくりしてね、うん、118キロかなん、はい、その次は何か1球間置いたら116キロ。 いやまあでもその投げてるところもうるっとはきましたけど昔思い出しながら見ましたけどこうまあライオンズのファンに手を振ってファイターズのファンもいる方にもこう手を振ってぐるっと回ってきて一周回ったぐらいのところで一回マウンドに向かうんですよね。 でマウンドに向かってもう一回こう立ってこう、うん、自分が見てきた風景を確かめて、うん、マウンドに手を置いてね,ねこうありがとうございましたっていう感謝をる、うん、トントンってしてたねでその後やっぱりう,うるっときますよね、うん、<ー>今もなんか思い出してちょっと <laughs> そうですね <laughs> いやあの入ってきた時のこうなんか思いが詰まったお顔なさってたじゃあの帽子かぶる時の顔とか見てたら、うん 本当なんか音楽流れてたんですけど、まあ、あのマウンドに上がった瞬間からもう球場の人は音楽消したんですよね、うん、無音の中でみんな何一つ音も立てずに静かに松坂を見て全てを見ようっていうねでこう手を上げた瞬間にこうみんなでこう大きな拍手をするっていうねまあ、うん、ねこう野球人生何年だい彼は23年です年、うん、プロ野球人生は23年、うんうん、まあね まああのいろんな思い出がみんな松坂にはあるだろうね、うん、まあ一つ終わっていくんだけど、うん、まあプロのこうスポーツ選手っていうのはあれだねなんかプロのスポーツって分かりやすいからさ、うん、いい時と悪い時とかすっごい分かりやすいじゃない、うん、であの155キロ投げてた人が116キロか18キロしか流れれないんだっていうふうに、ん、だからいいこともすごいこともあるだけど。 残残酷酷なことも残酷だよね、うんうん、分かりやすい例えば他にねこれで習字でねすごいうまい字書いてた人が書けなくなっちゃったってだっ,って俺たちは分かんないからね習字だったらね、うんうん、スポーツはもう全て、まあ、大相撲の引退でもそうだけどみんな分かりやすくて、うんうん、だから余計にね,ね、まあ、特にこの慶太郎君なんか。 ずっとバンキシャで同世代をずっと生きてきたらそ僕は最初の2年が思うんですけどねでもやっぱり大きな試合誰もが見るような試合で先発をしたりとか触れる機会も多かった分いろんな人の記憶にいろんなシーンが残ってると思うんですけど悲しい時 ダミス猫猫がどうかした？今死ぬって言ったでしょ。そう。言ってなじゃないよ。こっちもブブじゃない言って言ってねえよ。猫どうしたって。そう。悲しい時。悲しい時。あの九歳になるので、九歳？はい。あの健康診断を受けましたら、症状はなかったんですけどリンパ腫が 発見されまてますどこにリンパ腫ができたという病気だったの線が濃厚で一応抗がん剤治療スタートするんですけれどもまあやることがね治療ができるっていうだけ今すぐどうこうっていう感じじゃないんですけどまずがんの抗がん剤が効かないと 10歳の誕生日も迎えられないかもしれないですから今回はねちゃんとただあのね以前の怠け者の時と違ってそのまあ気付けたので突然ではなかったのでそれもう当に無の状態で健康診断で分かったそうなんですかっっったたたたたねそうなんんでですびくりししまままだ で抗がん剤治療っていうとねまあ普通に考えるとねまあその治療でみんな苦しくて毛が抜けたりするけどねまあそうなんですけど<あ>一応さつるつるつるのと違って副反応が、うん、まあ極めて起きにくいので、うん、あの起きたとしてもお薬でまた服用すれば治るということでもそうなんやっぱ抗がん剤治療なんで安くないじゃないですか。うんうん、あお金もかかるはい

入院するの毎週抗がんんんん剤打つたためにに半日入院すするるででそうういい夜引き取ってま経過を家見こととと猫猫高だよかか犬大竹さのもうちだってもうねうちの猫はもう20近いのね1区か20のね。 もうあの大きくならない黒猫でちっちゃいまうんうん、だからいつまでたってもちっちゃいまんまにしか、ねうん、見えないんだけどその猫がさあれちょっともう近頃。 まあ、ちゃんとご飯食べたりはするんだけど、はい、ちょっと医者つるったら認知症じゃないかって言われてね。<え>うん、にゃんこもあるんですか?。そんなこと言われてね、<ー>まあ、よくわかんないけど、うん、まあ、言われてみればね。まあ、夜中、俺がの布団のていてね、布団から降りて、で、ちょっとどっか行って。で、帰ってきた時に、にゃーにゃーにゃーにゃくなのよ。うん、ほれで。うん それでは、だから、こっちだっつって、また連れて、ここに置いて。うん、さまたちょっとだったら、またどっか行くのよ。うん、それで、またすぐ帰って、またにゃーに夜中にさ。夜泣き、夜泣きだ夜。夜泣き猫。起きてって。<laughs> 招き猫じゃない。何回も言うの。おお<竹>、まあ、その、その、ね。苗字なんですか。大竹。大竹 <laughs> 呼んだ呼んだ呼んだじゃねえよでもさっきさっきうちの猫死ぬって言いませんでした言ってない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 全然言ってないそれでそれでさあんまりねギャギャ行かないでってもう全部答えてられるがからたまにほっといたのよそしたらさあいつなんかねあの猫俺の枕の枕周りが意外と好きなのねへのちょっとボケちゃってるからこう トンをよぎっていくときに、はい、まあ俺の胸の上をねよぎって自分の場所に行くよう <laughs> 容赦なく踏んでいくか容赦なく踏んでいくその割には降りていく時は足の方から行くんでこれよくわかんないね <laughs>、うん、だからやっぱ山が小さいんじゃないですか <laughs> やっぱルールがあるんでしょうね、うん、乗り越え方がそれでもうあんまり中からうるさいからもう起きてた起きんだけどもうほっといたのねうるさいから、うん、そしたらさ顔の上またいださ 途中で止まりやがって。うん、<laughs> ってことは顔の上に乗ってるってことですよ、ね。顔,顔だから乗ってるって足は一分かかってたけど、ちょうど俺のなんかこう寝ててよくはない。腹のあたりがかもう煙くなる。う新しいプレイですね、うん。そこで止まるんだよ。<laughs> なぜ止まる？なんだろう居心地いい体勢とも思えないですけどね。良くないんだよ。バランス悪い、ねうん。バランス悪いよ。いよ行けよと思ってるんだけど行かない。うん、そこで止まる。なんだろうそれ。<laughs> 払いせですやっぱりなんで払いせなんかなよだって気づいてほしいのに無視するからああ、ちょっとだけかまってほしいやつなのかまってほしいんですよあのそれこそ大久保さん家のワンコが私が大久保さん家行くと一回バーバ死んだりし横になるんですけどその時絶対わざとですけど首の上で止まります殺す気だと思いますけどあ、そうだ七キロぐらいあるんですけどとどめ 首の上で止まります。そうなんなんでだろうね。それはさすがにちょっと乱暴になっちゃう、こっちも。うん。やめてくれ。やっつって。はい。そんな感じがね。だから構ってほしい。まあ、でもね、年、うちの猫も年だから、そんなに無限にもできないからね。うん。わかんない。えいとかどけ、どけちゃうけどね。顔の上で止まるのだけはなんかしてほしいよな。なんだろう。なんだろう。でも、もうさすが、にそうしたら、こう。手が自分のところに向かってくるが、嬉しいんじゃないですか。だ。 ちょっと抱っこされるっていうか、うんね、触られたいちょいだとしても。うん それを覚えたんじゃないですか体が死ぬほど触ってますもん。まああの辺りから、耳のあたりからも、うん、もう気持ちのいいお尻のちょっと上あたりとかね。気持ちいいんだ。そうそうそう気持ちいいお尻の上。お尻の。お尻でポンポンと叩くとね、おっぱがキュン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 って上がってくるね。尻尾の毛ね。何その猫は気持ちがいいときはお尻のおっぱがプンプンプンって上がってくるんだあ、そか。わんこだと尻尾振るだけど、にゃんこは立ってくんだ。立ってくる。 かわいいそれがなんか指針っていうか尻尾ピンピンです尻尾ピンピンなんだ最高じゃないの悲しい時悲しい時俺の方が悲しいわ頭の上で猫に止まられる時俺は止まり気じゃないんだね安心してんだよ安心してんですだねなんかあの カンニング竹山のライブに行ったらしいね<あ>、うん、ライブは伺えなかったんですけど1回きりだったんで今年毎年竹山さんがなさってる単独ライブが今年中野サンプラザで1日だけっていうことで「うんうん、中野サンプラザ大きいとこでやったね放送禁止」っていうライブなんで、うんうん、すいつも本当確かに放送できないような、うん 内容を1年間考えて、うん、その年の1年間の竹山さんの発表会みたいな感じなんですけど、うんうんうん、お客も偉いよね、それ、外に意外と漏らさないんだよね。うんそう でちゃんんとそのルールーででやるんですよスタートする前にもし喋っちゃう人記者の人がいるなら出てってくださいお金返しますからじゃあ出てかないっていうことはそういう約束ですよっつって始まって本当に誰も言わないんです,すごいだけど今年はその1回公演だけだったので配信を、えー、とその録画したものを5回ぐらいそのよく配信ライブって何日間か猶予があるけどはい、はい、もうこの時間に。 生ライブのように配信するっていうスタイルで5回ぐらいあったんで1回買って見たんですもう絶対見ようと思ってでカンニングさんはもうお二人ともずっと昔からお世話になってたものでお二人ともっていうと中島さん亡くなってしまいましたけれども中島さんにもお世話になったし竹山さんにもずっとお世話になってるんででんかずっとお二人の中でいつか まあ、中野でよくお二人の事務所のライブがあったりしてたのも関係して中野ケーブルとかもよくやられてたんで、うん、二人で中野サンプラザで漫才できたらいいねってずっとお二人の中の約束っていうかちょっとあった、ね、その頃はやってたライブってもそんな、ね、最初の頃だからやっぱ、うん、お客さんも全然まばら。一番最初 の単独って呼んでいいか、まあ、九州時代もあるんでちょっと分かんないんですけどその私が見に行ったライブは新宿の「プーク人形劇場」っていうちっちゃい、はい、あそこで私の認識してる限りお二人の将来お嫁さんになる彼女さんお二人と私もその頃コンビなんでうちらコンビとあと数人10人もいなかったかなぐらいの中で。 でもめっちゃ面白かったんですよ単独ライブとかほんに覚えてるぐらいずっと「中野サンプラザー」でやるぞってその頃からでそこから少しずつ大きい劇場になってのも見ててパンパンになったのも見て中野のちっちゃい劇場ででもすぐそうなった時に中島さんがちょっと倒れてしまわれたので多分そこから皆さんもご存知でお一人でやられてきてで今年 その中島さんのご子息が17歳になって,なってのまだ私はあのお葬式の時にお見受けしただけだけどその時はまだ ちっちゃくて分かってんのかなぐらいの小学生行ったか行かないかぐらいもっとちっちゃいと思ってます幼稚園入る前ぐらいよね今十七歳になってお父さんの顔写真のお面をかぶって竹山さんにだから見えないから手を引かれてセンターマイクの前出てきて漫才をいや泣いたな あのだもともと竹山さんのライブで私泣いちゃうこと多いんですけどもうエネルギーが強すぎてまあ面白いからいっぱい笑うんだけど結果なんか気づいたらよく泣いてんなっていうライブが多いんですけど今年もまあそう来るかっていうやっぱ中野サンプラザで1回だけだけどその舞台に立つなら。 漫才しようっていうことといこででごたまに空の上の中島さんに声かけたりしてね「<ら>見てるか!」っつって「息子と舞台立とたぞ!」ってちょっと九州弁が分かんないけど、うん、なんかおっしゃったりするともうばばは胸に来ちゃうよね、うん、悲しい時悲しい時ー <laughs> 人員ですよねそれも悲しいじゃん嬉し涙の時ーですが 戦ってもうねだから本当にご親族もちっちゃい時しか見てなかったから「大きくなったな」も「中島さん大きくなったよ」もあるし2人が漫才しようって言ってたのをそこでしてるのもいいしまたその息子さんもほら慣れないでしょもちろん漫才師じゃないから。漫才師じゃなないいですよ学生さん 一生懸命竹山さんの作った台本を覚えてで竹山さんのこと「竹ちゃん」って呼んでんのかなあれ「竹ちゃん」っつって「こういうのはもうやめにしようよ」なんつってちょっと棒読みでね一生懸命言って最後「もうえはわ」っつって。 もうええわとは言わないねあの終わってまた手引いてアンテナをなんかはけてくのとかが見えてるといいねいいねいいもん見たなっていうあジーンとした時だねジーンとした時感動した時 心震えた時な最後に俺が一つことわざをね育つのが早い親戚の子っていうのはでもまんまとですよぐちゃぐちゃにしちゃったね最近本当にでもだからそうですよね成長見てないからですよねこんなちゃんとしたかってでの本当中島さんみたいななんかシュッとした体型ギョッとした体形でちょっと大きめの あのお面はしてるけどちょっと中島さんみたいと思っちゃうよねああいうの見るとね少しずつこう似て声はまだやっぱり若い声だったけどなんかこうテレビに出てやっぱり生放送で漫才やられて急にズボンを脱ぎ出して竹山さんがね衝撃だったんですよでどんどんテレビに出るようになられてわすごいなって思ってたら中島さんのご病すぐだっね でもあの時の漫才のつかみのよくこれピンマイクっていうのがついてるからこのセンターマイクはダミーなんだぞってほら客,で客席向けてなんか喋ってみろってつかみから今回も始まってなんかよかったね <laughs> はいねいい時間を見せて。そそこそこで寺院がね スペシャルウィークらしい話かね、これも、まずこちら、朝日新聞、今日の紙面ですけど、あ昨日からいわゆる選挙期間に入りましたが、その中でこういう見出しがあります、首相と官房長官、都内不在、発射時遊説先に、そして報告前に首相支持とあります。昨日 北朝鮮の方からまあミサイルが飛んできたんですがえミサイル発射が確認された際官邸2トップの岸田総理と松野官房長官はともに都内を離れ不在にしていた。うん まあかつては官邸の危機管理として首相か官房長官どどちらかは在京していることというのが慣例になっていたんですがまあ第二次安倍政権でそれがちょっとずつ崩れていましたよという中でこういうことが起きましたとでミサイル発射に伴って情報収集に全力を挙げるよう首相指示が出た19日、昨日の午前10時24分という時間をめぐって実際に 総理が報告を受けたた時間ととのズレも生じ総理周辺によるとミサイル発射を確認したのは10時20分ごろですで、うん、にその時福島市内で総理の演説が始まっていた、うん、ミサイル発射が確認された場合、まあ、すぐに首相指示を出すよう平時から官邸内で取りまとめているといい今回はまず秘書官が官房副長官らと相談して首相指示を出し、うん、で首相に報告したのは演説が終了してからだった。実際に首相指示が出 た後に総理に報告があったっていう、まあ、こういう2人ともいなかったし、ちょっと報告が遅くなって、そのかに主張指示、うん、本人からではない指示が出ていたっていうのが記事になっています、うん、はいあの、まあ、国防の問題はね、はい、大変な問題で、難しいことは難しいと、俺も思うんだけどね、うん、それでもこう、どっちも首相官邸にいなかったと、はいうん、2> お二人とも、ね。選挙期間中とはいえっていう、うんうん 選挙期間中でお二人とも支持を出す人がいなかったけど支持が出た首相支持が出たどうやってどうやって一応いない場合は官邸内で取り決めをしていて今回、まず秘書官が官房副長官らと相談して首相支持を出そうと一応事前決めていたということではあります。そうはい ええー、じゃあ、えー、岸田首相は首相指示を聞いたって話になるけれどそうですね。すごいトンチみたいなところ。すごいですい、ね。首相が首相の指示を, <laughs> を聞いた。十、はい、時二十四分に指示が出て、<laughs> でも首相は一人ですよ、ね。<で> <laughs> 首相はまあ十時半に聞いたと。<laughs> あれ？<laughs> よくわかりませんけどね。まあこれが首相がいなくても、うん、でも。 首相支持が出,る出たっていうのが、うん、まあし,しっかりしてると捉えるかそれとも首相もいないのに支持が出たのはおかしいんじゃないかと捉えるか、うんうん、ちょっと微妙って言えば微妙であこの国はいなくてもできるんだって <laughs> しっかりしてるなっていうふうにも言えなくもないけど<本知> <laughs> でも本当本来ならばこれ誰が出したって内閣でて首相を はい、まあ、一応、まあ、内閣官房が出したっていうことにはなると思うんですけどね。はい。副長官。官房副長官だと相談して、はい、はい。まあ、ね、この、でも。まあ、俺の、まあ、個人的な考えでは、北朝鮮もね。 ものすごい乱暴な、まあ、それはミサイル打ち上げたりねいろんなことはすると思うしこう調べても新しいミサイルだとか弾道なんとか,だとか並んでて、うん、これが何なのかよく分かんないような映像が日本にも入ってきてるし、うん、まあそこは分かんないんだけどまあでも一発打ち込んじゃえばねそれはもうとんでもないことになるのは分かりきってるわけだから、うん、まあそこはこう威嚇のね まあ、幅から出ないだろうなとは思うけどまあまあ日米韓が連携している中でやっぱしね、あのー、ソ連とあロシアと中国が一緒に演習してるとか、うん、そういう中でやっぱしこう自分たちの立場をこうちょっと表明していかないとこっちをちゃんと向き合ってくれないっていうね。うんうん このの前に拉致問題の話もねちょっと難しいところに乗り上げちゃってるけどこっちもちゃんと解決してほしいなと思った人は返してください昔はもうね議員の人はねみんな胸に青いバッジをつけてねいたんだけどあの人たちは本当に努力してくれたのかなとかって、うんうんね、何十人もいたわけだからね、はい、思うよねそれでもうまくいかないことがあると。うん、まあこの 防衛問題はこれからも大きくと思うけども、やっぱりちゃんと、まあ、総理がいて、そういう時にも、まあ、こういう時を狙ってたのかもしれないけどね、うんうん、問題は大きいね、次です。はいはいえー、今週、まあ、この番組では賃金の話題というのがよく出るんですが、きょの朝日新聞、うん、えー、今日から特集が始まっております、日本経済の現在地ということで。うんうん 今日見出しはこういう2面にわたって出てるんですが30年増えぬ賃金日本22二、上昇率は4.4%アメリカ47%イギリス44%とあるんですがさまざまな市長外国と比べると低成長にあえぐ日本の姿が見えてくるその中で今回注目するのは賃金ですよということなんですけれども。 えーまあ、いわゆる GDP という経済の規模で見ると日本は世界三位と、まあ、大きいんですが1990年から比べるとこの30年間でアメリカは3.5倍に増えています中国は37倍になっています日本は1.5倍にとどまるというんですねそして賃金も上がっていない OECD 経済協力開発機構によると2020年の日本の平均賃金は加盟35カ国中22位で3万 1>, 8, ドルまあ、1ドル110円計算というと424万円になりますと、うん、この30年で日本は4.4%増えただけ、まあ、ほぼ横ばいなんですがその間にアメリカは賃金が47.4%増えイギリスは44.2%増え、まあ、差がかなり大きくなっているとあります。うんはい 働いてもお金もらえないんです、えーうん。うん、そうだね。なんでですか。ーええー。まま今非正規が四割を超えてて。はい、で。なんか企業側からすると。うんうん、雇用の調整弁に。便利じゃないかなというのがあってですね。調整弁。はい。うん、えっと。景気のいい時はたくさん雇うと。うん、その代わり景気悪くなったら、あの、く。 雇いませんよ、はい、みたいなところにいる人がとっても増えちゃったそれも原因まあね今田ん院の言った原因の一つだと思うけどもえっとこの、うん、いろんなことをよくするのはさ、うん 政治は関係あるよねがこういろんなことをねで、まあ、25年間30年間賃金上がんないと、うん、他の国に比べて、うん、で思うんだけどこれを政治がやらずしてどこがやるのかなと、うんうん、企業は、まあ、企業利益があるからそれを取った分を ちゃんと取ってから賃金を払まあ安倍総理の時はアベノミクス3本の矢が鳴って最後の矢はトリクルダウンだったよね確かねだけどは落ちてこなかった誰かが儲かったとしてもそこからこう滴り落ちてきて全国に広がっていくんだっていうのがアベノミクスの考え方だと言われてたんですけど実際は起きなかった。それが で世の中はいろいろこの賃金がずっと上がらない中でコロナになって、まあ、あちこっちのなんか同調圧力が、まあ、みんなお金ないからね、うん、こう圧力があいつらの方が持ってるってなんだとかってね言ったりあの,あの人は見てくれんのにこっち側はまだワクチンが来ないぞとかいろんなあの争いがどんどんあちこちで拡大していく。 日本企業の問題とこの20年間の問題、ね、それを新しくなんかいろんな党も変えようとしてるんだけどそれに対して宮本太郎さんっていう中央大学の教授が新自由主義と社会保障っていう話を朝日新聞でしてるね。はい えーとまあ、すごい長いインタビューなんですけど、ようやくして話すと、はいまあ、アベノミクスのこう、うん、滴り落ちてくるっていうのが起きなかったっていう、うんまあ、この社会の隅々までこういうものが行き渡るには、うん、そのための回路が必要だったのに、うん、回路作りが全く不十分だったっていうんですね、はいうん、そして、まあ、今の日本社会は3層に分断されていますと、正社員として働いて、社会保険に入れる安定収容層と、 生活保護などを受受ける福祉受給層まあこれまでの社会保障っていうのはこの2層に向けてしか作られてなかったんですけど実際はその2つの層の狭間まで社会保障制度の支援が届いていない新しい生活困難層が拡大していますまあその代表格がやっぱりこう非正規雇用者だったりフリーランスだったり一人親の世帯だったりっていう。 まあここに対する保障社会のの仕組みってていいうのができてないんできなんすね、うん、今の福祉の給付は生活保護のようにもう対象を厳しく絞って最低限の生活費を丸ごと保障するっていうまあそういう代替型が中心なんだけどまあ本当に今必要なのは新しい生活困難症はまあ働けど働けどもいろんな困難を抱えているまあそこを手当てして無理なく働ける条件を作って じゃあ足りないよっていうところを例えば住宅手当などで保証するこういう保管型の給付っていうのを提供すべきではないかとえ宮本先生はそう書かれていますあの今までの給付はまあ先生がおっしゃってるみたいにこう富裕層があってそれから社会保障の層があって、はいはいまあ、いわゆる会社が支えてくれるっていう層ともう全部う国が支えますよっていう層とこ,この2つしかないって、はいう。 その2つの層の間に、まあ、あのさっき言った非正規の問題とか、うん、非正規で、あのー、やってる人たちはこう病気になったらどうしようとかねうん、うん、それからシングルマザーの人たちもこう。 まあ、あなたはでも自分のお家があるから、うん、あの生活の保護の方は受けられませんよとか言われちゃったり 2>, うん、うん、2人で一生懸命働いててもなんかこう2人とも給料が安くて、うん、もうこれで1年間暮らせんのかみたいな人たちが間にたくさん今増えてると。はい これに対する補償とかそういうのは何にもないと、うん、ここにあの宮本太郎さんはおっしゃってるわけでね、はいうん、まず、あ、ここはもう前からもうみんなねあの自分でできるんならばこう一生懸命あの国の補助を受けずにやっていくんだと思ってやってた人たちが、うん、もうギリギリの生活に追いやられちゃってる、うんうん、ここをなんかちゃんと政治も、ま、企業も見てないんじゃないかっていうお話をされてますね。 まあ新自由主義とかそんなこと言う前にこの国のそのシステムの問題が大きく問われるのが今度の選挙ってことにもなりますね。さあ今日も始めましょう はい改めましてこんにちは大竹誠ですスペシャルウィークです今日のパートナーはごきげんようダンミツですはいダンミツさん今日のメニューの方お願いしますはい大竹誠ゴールデンラジオ10月20日の水曜日今日のメニューご紹介しますはい、はい、このあは大竹の言いたい放題、うん、あなたからのメッセージご紹介いたします1時40分過ぎは大竹サテライトこの時間も朝子姉さんと一緒にスタジオからお届けしますお願いします 2>,、うん、2時の時報の後は大竹発見伝ザゴールデンヒストリー今週はがんになりましたおテーマにお お届けいたします。は二、い、時二十五分過ぎは大竹メインディッシュ。今日のゲストはいつもおなじみ社会学者宮台真二先生です。三、うん、時七分過ぎは大竹紳士講義録毎週水曜日は北郎教授です。そして今週はスペシャルウィークです。うん、スペシャルウィーク。きた。 文化放送大竹まことゴールデンラジオスペシャルウィーク1週間にあたってこんな企画をお届けしております。ゴールデンラジオはあなたの味方です。2021秋祭り文化放送的ご褒美青天井で今欲しいものは何でも当たる。あなたの願いを叶えるスペシャルウィークやっています。何でも。 まだまだ思いっきり楽しむことができない今それでも前を向いて何か楽しいことを考えたいというあなたあなたが欲しいものお世話になっている人に贈りたいものでもいいですやりたいこと文化放送的青天井で毎日1名の方にプレゼントあなたの夢をゴールデンラジオが可能な限り叶えますメールファクスでぜひご参加くださいちなみに月曜日は家族で和牛ステーキを食べたいという方に和牛を和ステーキ の火曜日はちょっと気になる人がいるという女優に。 女性にちょっと気になる人がいるという女性にブラジャーショーツ補正下着をプレゼントさせていただきましてその方からお礼状届いてますがこの後でちょっとご紹介させていただきま金曜日はねいろいろなんか馬の肉じゃどうだとか豚の肉じゃどうだとかいろいろ交渉したんだけど結局ね和牛で交渉したんですそうね豚じゃなくていいですか和和牛牛で。 そして、えー、今日のメッセージテーマはこちらです。あはしゃぐことが難しくなってもうすぐ2年 2>、うんえー、昔友達とバカ騒ぎしたことお金をほとんど持たず1人旅をしたことまたはコロナ禍でも家の中でどハマりした趣味などなどあなたがあー楽しかったと感じた思い出お待ちしています、うんまあ。その思い出に加えて あなたの欲しいもの行きたい場所叶えたい夢書いて送ってくださいお名前と電話番号も忘れずに書いてください毎日1名の方文化放送的青天井で可能な限り叶えます、うん、え3時20分過ぎのエンディングでお電話をさせていただきます5コール以内に電話に出た場合はあなたが当選となりますが5コールで出られなかった場合は次の方に権利が移りますのでお電話を準備して